チャンネル登録、お願いします。こんにちは、伊藤真理奈です。いろいろなニュースから、私の気になったことを、ピックアップして、その中で、ネット上で見つけた、いいなって思える意見を、まとめてみました。今回は、日米欧などが一斉にロシアへの制裁を発表。韓国次期大統領候補はロシア侵攻を擁護、についてです。気温が少し上がった気がします。花粉が多くなった気がします。コロナに感染したという人も周りに多くなりました。季節の変わり目、体には気をつけていきたいと思うマリナです。いつもお隣の国のお話をしているのですが、やはり本日は世界的なニュースを取り上げます。ネット文化によって、世界情勢がリアルタイムでたくさんの映像が流れてきます。ウクライナ情勢が緊迫してまいりました。ウクライナを制圧するロシア軍の侵攻は、おそらく世界中の誰もが自分で生の情報を分析できる世界で初めての戦費になりますね。だから、マスメディアによる間違った情報を取捨することができる時代になった感じがします。ロシアがウクライナに軍事侵攻しました。ロシア軍が首都キエフや東部の都市でミサイルなどによる攻撃を実施し、ウクライナ市民に多くの死傷者が出ています。ウクライナ東部のドンバス地方、ドネツク州とルガンスク州における、親ロシア派とウクライナ政府軍の小規模な戦闘を続けてきましたが、2月21日に、プーチン大統領が両州の独立を承認し、その安全確保のため、ロシア軍の駐留準備を指示したことで、ウクライナ全土に戦場へ移したのです。恐ろしいことが実際起こってしまいました。日本、アメリカ、EU、カナダ、オーストラリアなどが協議して、一斉にロシアへの制裁を発表。お隣韓国は、制裁に反対です。通常行動ですね。同盟国の裏切りってやつですか。やってくれました。お疲れ様です。マリナも含めてですが、このように次々新しい情報が入ってきます。自分で生の情報を分析する力を養いましょうね。何が正しいのかを。このような情勢でなんと、韓国期待の星、韓国大統領候補のイ・ジェミョン氏は、ロシア侵攻を擁護したとのことですよ。ロシアが戦費を仕掛けたのに、ウクライナが悪いというのか？バカ、プ、やるな、イ・ジェミョン候補。行かれてる。韓国ネイバーから、イ・ジェミョン氏、ウクライナ、初心者が大統領になってロシアを刺激し、衝突。。ロシアが侵攻したのに。イ・ジェミョン、共に民主党大統領候補が25日、ロシアのウクライナ侵攻と関連して、ウクライナ大統領の短い政治経歴を強調した後、ユン・ソクヨル、国民の力候補の外交安保政策が危機を招くようになると主張した。これに対しユン候補はイ候補に向かって、従弱な態度では、平和が脅かされる可能性がある、と反論した。イ候補はこの日、中央選挙管理委員会主幹の大統領選候補テレビ討論で、戦費は政治家が決め戦場で死ぬのは若者だ。ウクライナで全く同じことが起こっている、とし、6ヶ月の初心者政治家が大統領になり、北大西洋条約機構、NATO、は加入させようとしないのに、加入を公言して、ロシアを刺激して衝突した、と話した。初心者政治家出身のウォロディミル・ゼレンスキー、ウクライナ大統領がロシアを刺激して、また戦費を決めてウクライナ青年たちを犠牲にさせるという論理だ。しかし、ウクライナ攻撃を決めたのは、ウラジーミル・プーチンロシア大統領だ。それにもかかわらず、昨年6月政治参加宣言から、1年も経っていないユン候補を狙って、ゼレンスキー大統領責任論を取り出したという解釈が出てきた。イ候補は、6ヶ月の初心者政治家、という表現をこの日、2度言及して強調した。イ候補はそれとともに、ウクライナは、外交失敗が戦費を招くという、極めて明らかな事例だ、としながら、ユン候補があまりにも荒っぽく、乱暴にサード配置、先制打撃そのような話を簡単にする。ウクライナ自体もあるので、撤回するつもりはあるのか、と話した。
続いて、すべて潰れて死んで勝ったところで何になるのか。ウクライナは深刻だ。重要なのは戦わず勝つことで。それよりさらに、重要なのは戦う必要がなくなる平和だ、とも述べた。イ候補はただし、ロシアが主権、領土を侵したことは非難を受けて、当然で強力に糾弾しなければならない、と付け加えた。ここまで来ると、実にわかりやすい候補ですね。やはり次の韓国大統領を担うのは、あなた、イジェミョン氏しかいませんよ。期待値が高まりましたが、いかんせん、この発言について、韓国の国民は怒っています。とある韓国 P のコメントです。イジェミョンが大統領になれば、プーチン、習近平、キム・ジョンウンとしか会わない。国際的いじめになったのに誰が会おうとするだろうか、国が滅びたね。ムンジェインが国際的に恥を晒したと思ったら、今は候補ですらこんな恥を晒している。左派は根こそぎ、北朝鮮側に追い出そう。国の恥晒しであるイジェミョンが大統領になれば、その日から国際的恥晒しだ。これだけよく知っておけ。討論した内容がすべて翻訳され、海外サイトに掲載されているが、本当の左派は嫌韓製造機だ。そのような論理なら、過去に日本が韓国を侵略したのも韓国のせいだ。過去に北朝鮮が南進したのも韓国のせいだというのか？これが前科四犯のマインド。イジェミョンの思想が不純だからこんなことが起こる。大きな苦痛を味わっているウクライナ国民に謝罪しなければならない。やはり即夜の器が大きい。詐欺、前科者とはいろんな面でレベルが違う。イジェミョンは海外に恥を晒しまくっている。イジェミョンの本心がこれだ。表では庶民を代弁しているかのように言うが、本音では誰よりも権威的でない人々を見下している。この状況にもイジェミョンが良いと吠えるのを見ると、この国も先進国ではないことがわかる。イジェミョンは国家的恥晒しだ。やばいよ、やばいよ。バレちゃったじゃないですか。なんでこの大統領選をしているこの時期に、こんな発言するんでしょうか。馬鹿の極みです。空気読みなさいよ。その発言は、大統領になってから発言してくださいよ。これでなんか大統領選は終わってしまったと思います。本当に残念な人ですね。期待してたのに。おじいちゃん、おばあちゃんたちは、3度目のワクチンを打ち終わったそうです。みんな副反応はほぼなかったようですが、注射は痛かったと言ってました。治療薬を一刻も早く何とかしてほしいマリナでした。皆さん、いろいろなご意見がありますよね。ご視聴ありがとうございました。伊藤マリナでした。また、お会いできるのを、楽しみにしています。チャンネル登録、お願いします。メンバーシップ、マリナ支援お願いします。